GPT がまたモデルを出してきましたというところで、また得意のリーダーボードですけど、これですね、チャット GPT4 レイテストっていうのがまた読み入れを抜いて1位になりましたね。もうね、もう抜いたり抜かれたなんで、もうどうでもいいやみたいな感じで、そうですね、みんなも一番みたいな、みんな偉いみたいな感じですけどね。う 細かいこと言うと、ちょっと開発者的には注意点があるみたいで、これ、よく見ると、チャットってついてるんですよね。こっあ、本ち当だ。は全部 本GPT-4 当だ。なんです。これチャット GPT-4 なんで、これ、なんかチャットの受け答えに最適化されてるみたいああ、なんなでるすよ。ほど、なるほど。ああ、そしたなんらで、この、チャットボットそう、のぶっアちリーぎりナでなんではすよね。活用ねって感じですよね。チャットボッそうトになんで最す適化よ。されてるんでね。なるほど。うん。しかもなんか値段もちょっと高いみたいな。へえ。そんな感じなんですよね。で、この8月6日モデルとこれ8月8日モデルって2日しか違わないんですけど、8月6日モデルの方は、いわゆる API 用というか、まあ、基本何でもやります的なやつで、金額も確か変わんないんですけど、このチャット GPT-4 レイテストっていうのは、チャットに特化してて、しかも確か値段がちょっと高い。なんで、ちょっと気をつけて使いましょうみたいな。なんかそんな感じだったかなと思います。